なんか掘り方かわいいな。頭で掘ってる。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。Steam のね、500円以下のゲームを紹介するワンコインディー、今回は32作品目ですね。もう31回もゲーム紹介してるんですね。すごい、我ながらすごい。はい、毎週火曜日行っておりますが、今回は、コスミックキャバーンかな、3671、宇宙最大の地底最大の作戦、最大が2つついているのをお間違いのないように、宇宙の最大の中の地底の最大の作戦です。はい、でこのゲームは1987年7月号の IO に掲載された、多分これパソコン雑誌だと思うんですけど、戦略的穴掘りゲームですと。はい、ディグダグの2年前に登場し、史上初のサンドボックス型ゲームとなっています。でこのゲームはですね、前々回紹介したスペースマウスと同じマウンドウェアという マインドウェアかという会社が制作しているゲームで、こう古き良きアクションゲームを復活させるべく活動しておられる、有名な方らしいです。なのでちょっとやっていきましょう。あー、なんか懐かしい画面がありますが、自分が生まれる前か生まれる前後ぐらいなんですかね、わからないですが、はい。じゃあちょっとこのアクションゲーム、これはSteam で買っても498円でちゃんとワンコインで収まる、ゲームなのでやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。マインドウェア、モラルドフューチャーかな。ん、これは今タイトル画面だよな。で、スペースキー。はい。で、上下左右シフト押しながらで移動のみか。あ、なるほど。移動で勝手に掘る。これはディグダグのようなもんなんだな。移動が掘るなんだ。で、押しながらやると移動のみと。で、Z と X で、これなんだ、豆を置くのか。点を置く。で、C で早送り。で、捕まるとゲームオーバー。なんか、モンスターが2体いるのかな ?2 種類か。で、落下したり食べると動けなくなります。動けないときは、こうなり、落下したり点を食べると動けなくなると。で、基地が占領されないように頑張ってくださいと。なるほど。なんか、いまいちピンとこないが、ちょっとやっていこう。おお、うわ、なんか、すごい、懐かしさを感じる。おお、なんだなんだ。おお、なんかワクワクする音楽。ワクワクするよ、これ。で、これで、シフトを押したら、なるほど。そのまま移動できると。オッケーオッケー。掘るときは、なるほど、なるほど。で、これで、なるほどな。降りれると。で、落下させたらいいんだから、はいはいはい。そういうことだな。だから落下させたらいい。あれ?あ、そうか。ここに落下させたら死ぬのか。なるほどな。オッケーオッケー。わかった。で、そこで豆を食べさせるっていうことだけど、豆はかける2ってあるので、左上に。だから2個しか食べさせられないってことだよな。なるほどな。で、はいはいはい。だからここでこうやって構えて落下させたらいいってことじゃないか?ここで落下するまで待つとかそういうことかな。で、なるほどなるほど。なるほど。そういうことか。はいはいはい。はいはい。わかったわかった。はいはいはい。なるほどなるほど。はいはいはい。お、気持ちいいかも。なかなか。あ、やばいやばいやばい。はいはい、シュートをして。なるほど、なるほど。お、どんどん食べられるんだけど。お、いいね、いいね、いいね。いいね。で、早送り。早く、ビンビンする、ビンビンする。うわ、めっちゃ早い。うわ、でも早送り怖い。うわ、ちょっと待って。だから、
ジグザグを増やしておけば対処しやすいのかも。うわ、怖い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 。あれ？あ、上から3つ目が折ってきたのか。あ、なんかクリスタルとかハートが出てる。これはどういう意味だ？で、ちょっと待って。なかなかハマるぞ。なんとなく、やり方は分かった。だ、とりあえず、こういうジグザグの道を作っておくと。で、シフトでこう帰っていって、こっちからも、こう掘っていくと。お、なんか見つけた。ディスカバード。なんだこれは。ディスカバード。なんか止まったけど。え？どういうこと？あ、なんか、アイテムを取ったってこと？スコアダブルド。お！なんだなんだなんだ。派手な演出。え？どうなったってこと？怖い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 。だからこういうことだよな。はいはいはい。で、これで、またこう、取って。とりあえず落としていったらいいんだよ。うん。はいはいはい。落下させる穴をこう作っておくと。OK。お、一気に。一気にやったよ。よし。あ、やばいやばいやばい。あー、来てた。向こうから来てたのか。はい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 。これ、面繰りとかはないのかな？とりあえずひたすら点数を稼ぐゲームなのかな？はいはい。あ、そうか、豆を使ってなかった。豆も使わないといけないから。とりあえず掘ろう。あ、そうかそうか。だから、ここに来させなければいいんだから、こういう道を掘ったらいいんじゃないか？こういう感じで。多分。で、ディスカバード。あれ？ディスカバードでまた止まった。多分だけど。あれ？ディスカバードで止まったんだけど。ああ。で、これで。え？え、これはどういうことだ？掘れない壁を作ってくれたってこと？じゃあもう落下させる、落下する心配はないってことか。あ、そうでもないのか。そうでもなかった。なるほどな。はいはいはい。なんかディグダグっぽいな。ディグダグの最初もこんな感じだもんな。なんかワープしてこないけど、ワープしてこない分、危険度は少ない。これで。あ、まだ掘ってないんだ。うわ、これ難しいな。ここをちょっと穴開けないといけない。よし。これで落下した時に、やると。オッケー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 。めっちゃハマってる。ただこいつを、落とさないと多分いけないから、こっちにやってこんな感じで掘っておこうか。で、これで、うわ、これはでも、あー無理だ。こうなったらちょっとあれだな、対処のしようがないな。豆を置くタイミングとかが難しい。とりあえずこうやっておいて、ここに豆を設置しておこう。もうそういうことだな。あ、で、今、はいはい、やばいやばいやばい、豆豆豆、あれ、あー、豆置けた。よしよし、保険の豆、保険の豆を取っておいて、あれ、うわ、これ難しいな。どうするのが正解なんだろうな、これ。怖い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 。よし、豆を2つ置いとこう。よしよし。ひょっとして、
これまだ点あるからここで豆補充できるんじゃないか。あ、そうだな、豆補充できたわ。豆豆豆豆、よし、オッケーオッケーオッケー、なるほどなるほど、そういうことか。でもこれ思ったよりむずいな。あ、豆補充しとこう。よし、オッケー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 、よし、ほい、オッケーオッケーオッケー。うわ、あそこに大量に溜まってるんだけど、やばいなこれは。だからここね、こういうガクガクの道を作っておいて、で、うわー、めっちゃ溜まってきた。ここにこういう場合はどうしたらいいんだ。とりあえずこっちで点数を稼ぐっていう方法もあるのかな。まあ、とりあえずじゃあ、あー、やられた。これ難しいな。これどうやったら面クリアするんだろう。一面クリアとかないのかな。ユーロチャンネル、どうやってこれを処理したらいいんだ。めっちゃむずくないかこれ。あ、そうかそうか、こうしておいて、こうしておいて、で、これで、あれ？シフトで、行って、あー、違う。よし！来い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 ！で、ここで回り込んで、ここで落ちるのを待って、オッケー。来た。で、おっしゃー！オッケーオッケー。あとは落ちるのを待つだけ。あれ？向こう行く向こう行く。よし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 。オッケー、こっからだ。このまま放置していてもクリアにはならないんだよな。これ一応クリアを目指すゲームだよな。多分な。怖い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 。え、これ、これでいいのかな？あ、ここ。開いてないんだ。怖い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 。よし。うわ、なになになに、あそこから現れるんだ。びっくりした今。とりあえず掘りまくろう。お、ディスカバードまた来た。次はクリスタル。このディスカバードの間があるのは何でなんだろう。これどこ押しても何も効かないんだけど。オッケー。これ何だったっけ。何の効果だったっけこれ。よし。よし。よし。食べ放題。食べ放題。うわー、これ来てくれるのかな。ちょっと早送りしよう。よし、来てくれる来てくれる。あー、惜しい惜しい惜しい。オッケー、怖い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 。よしよし。お、なんだなんだなんだ、赤くなったぞ。え、どういうことどういうこと。お、もう怒ったぞーが出てた。いや、そんな聞いてないよ聞いてないよ。え、どういうこと。え、ちょっと待ってちょっと待って、怒られた怒られた。え、ベース、あ、そこに行かれてもダメなのか。とりあえず、あ、やばい。やばいやばい。来るな。あー、危ない。やばい。あ、え？あ、あの敵があるから1個分、そういうことか。うわ、複雑だな、このゲーム。意外に奥が深い。もっと簡単だと思ってたけど、画面構成的に簡単だと思ってたけど、意外に奥が深いぞ。なるほど、そういうことか。お、ランド。お、なんか、死んだぞ。一匹死んだぞ。まあまあ、豆を、もうなんか、追ってこないから、ここで豆を補充しておこう。オッケー。
お、また来た。運がいいぞ。よしよしよし。長いな。長い長い。あれ？これ長いよな。でこれで、はい、スコアダブル、ダブルスコア。まだ怒って掘られるからな。でも結局それを待たないとこんな倒せないだもんな。あ、そうか、だから豆を、あ、そういうことか、わかった。だからこうやっておいて、多分ここに豆を、敵の数 3つだからこうやっといたらいいんだ多分。はいはい。でこれで怒った象が来ても多分対処できる、そういうことだな。よし、怒られてもいいようにしとこう。そしてこいつらを倒す。よし、来い。よし、来た。よし、こいつらがな、襲ってこないとも限らんからな。この辺り掘っておいて、この辺りも豆を仕掛けておこう。よし。で、あれに対処すると。OK。来い。来い。あとは待つだけだ。なんかすごい雑だけど、掘り方が。うん、よしよしよし。オッケー。入れ食い状態。入れ食い状態。この辺にも開けたいな。この辺にも開けたい。よし。あ、ここだったらめっちゃ下がる。やばい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 。しまったしまった。バカだった。バカだった今のは。先を急ぎましょう。多分、スペースマウスと同じように、その、昔 IO で掲載されたというモードにできるはずなんだよ。タイトルに戻り、オプション、O、スクリーンセッティング、パッドセッティング、ゲームモードセッティング、これだ。あ、やっぱりある。M。おお、これか、オリジナル MZ の80。アレンジ MZ の70。え、これどうやって選択するんだろう。M か。あ、これか。スペシャルバージョン。これはスペシャルバージョン。で、これがオリジナルか。OK。これでやってみよう。で、これで、ワンプレイゲームと。うわー、すごい。うわ、なんか目がチカチカする、この白黒の感じ。なんか、掘り方かわいいな。頭で掘ってる。頭で掘るんかい。うわ、すごい、なんかこれ、なんか、一ドットずつ、一マスずつ動く感じ？あー、これを36年前に、これを作っていると、うわ、なんか、すごい。昔にタイムスリップした感じ？うわー。で、これ多分、敵もヘビだろうな、多分な。うわうわうわ。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、基地は占領されました。すごい。ルルルルルー、なるほどな。はいはいはい。で、あれ、リトライ、これ Y 押せないよ。どういうこと。よしよし、押せた押せた。なんかすっごい時間かかるな、これ反応するまで。で、餌の概念がないんだよな、そういえば。
餌っていうか豆っていうか、あの食べさせるものがないんだよな。昔はなかったんだろうな、多分な。え、これいけるのかな。あ、いけたいけた。なるほど。なんかすごいな。すごい進み方だな、これ。これ人だよな。人が頭から突っ込んで、頭で掘ってるってことだよな。素晴らしい。すごい身体能力。で、これで、なるほどな。はいはいはい。あー、間に合うのかな、間に合うかな、間に合うかな、間に合わないか、間に合わないかい。お、ギャーあ、ごく、おお、すごい、なんか食べられた。へえ、なるほどな。これが最初のバージョンなのか。へえ、面白いな。ここから進化したってことか。アレンジ MZ70。 あー、これか、アレンジバージョン。これはさっきのやつがカラフルになったっていうことかな。まあこれ2人用であったら左担当右担当とかできていいんだろうけどな。じゃあちょっと戻ってワンプレイで、はいはい、これでなんかカラフルになったな。はいはい、赤い人。ただ豆の概念はないのか。ああ、豆の概念あるわ。よし。OK。単純にこれ豆を置いていったらダメなのかな。あれ？豆置けない。なんでなんでなんで？え、ちょっと待って。なんで豆置けないんだ。え？あ、なんか反応が。え？豆置けたよ。なんとか置けた。反応が悪いぞ、これ。効きが悪い。よしよしよし。豆のおかげで助かったってことだな、これはな。だからここにいっぱい豆を置いていったらいいってことじゃないか。変に、下手に掘らなくても。なんか、あれ？微妙に効きが悪い。まあでも昔のゲームってそうだったんだろうな。効きが悪かったんだろうな。よし。OK。で、補充と。これでどれぐらい耐えられるんだろう。あー、でもなんかしびれ切らしてあれか。また怒って下に掘られたらダメだもんな。よし。来い。OK。よし、こっちもちょっと穴を開けるか。よし。で、ここに豆を置くと、ここに豆を置く。よし。で、豆を置く。豆を置いたら豆を取らないといけないんだな。向こうに行こうと思ったら豆を取るしかないという。なるほど。そういうことだな。で、これでもう一段ぐらいつけとかないと。こういうことだな。よし。これでまあまあまあなんとかいけると。OKOK。OK。よしよし。で、ほらー、進めー。あれ？置けない。なんでだ？よし、置けた。よし、あー、こっちにしよう。こっちの方がいい。よし。OK。
ああ、間に合わないかな。ちょっと無理はしないでおこう。無理はしないでおいて、豆を置こう。あれ？ギャー！食われたー！極。すごい、ここの演出凝ってるな。ピンポンパンポーン！はい、実績の方ですが、自分は、0.7 時間ですね。1時間弱ですね。プレイして、2つの実績を解除しました。最初、ロゴ画面で遊べるゲーム減ったよね。いきなり発見。あ、ロゴ画面でゲーム遊んでたんだ。で、もう怒ったぞ。はい。あ、そうかそうか。怒ったところまで待ったら、実績解除するのか。あと、コンボマスター。ダイヤモンドは嘘つかない、オリジナルの経緯。あ、これ見ていたらですね、やっぱり点数を稼ぐゲームですね。5000点以上獲得とかあるので、はい。どんだけ点数を稼げるかっていうゲームみたいですね。で、囲み塗り成功。囲み塗りを行う。へー、そういうのもあるのか。はい。まあ、そんな感じで。で、グローバル実績にするとですね、結構ね、はい。いきなり発見のロゴで遊べるのが 4% で、怒ったところまで待った人も 8% なんですよね。だから結構実績を意識していない人が多いのかなっていう印象ですね。はい。はい、以上いかがだったでしょうか。コスミックキャバーン、宇宙最大地底最大の作戦やっていきました。結構ね、レトロな、多分1980年当時の、そのままのゲームも楽しめますし、開発したアレンジバージョンとして、はい、蘇ったバージョンも遊ぶことができますし、まあ、やっていくといろいろ多分、囲み塗りとかできたりとか、いろいろあるんでしょうね。やっぱりジグザグにして、こう、敵を倒していくっていうのが基本戦略になるんでしょうけど、はい。いろいろ多分、またやればやるほど、ハマっていくゲームなのかなっていう感じはするので、はい。ぜひ、得点を、フレンドと一緒に競ったり、自分でどこまでいけるか、限界突破に挑戦してみてください。というわけで、ワンコインディ、第32回目は、宇宙最大地底最大の作戦でした。ではまた次の動画まで、ユーロでした。バイバイ。